どうも、まどかです。今日はなんとゴミ拾いにクリークに来ました。イエイ。ゴミ拾いをしようと思った理由はですね、まあ釣りをしてて私自身あんまり気になったことはないんですけど、クリークのゴミ問題がね、一時期話題になったり、インスタではいろいろやっぱ言われてますからね。ということで、一日ゴミ拾いをしたらどのくらい貯まるのか、今日はやっていきたいと思います。意外とあれやないかな、釣りのゴミってあんまないんやないかなと私は踏んでますけども、どうでしょうかね。巻き長にね、タバコはめっちゃ集まるやろうな。これタバコでゴミ埋まるんやない？タバコばっかりなんですけど、マジでもう、いやー、ほらタバコもう一面あれみたいになってるよ。ディズニーのゴミ箱の配置みたいになってるよ。1メートル間隔に1個あるよ。ディズニー行ったことないけん知らんけど、やばくない？タバコの吸うやつの治安悪すぎやろ。やっぱ釣りのゴミはないん。最近みんな気をつけてらっしゃるけんね。これあれやん、プロテイン飲むやつやな。ガラス。だいぶ歩き回りましたけど、まあまあぼっちぼっちですね。ぼちぼちな感じですね。なんなん、あ、とうとうこれは釣りのゴミじゃない？ほら、出ました釣りのゴミ。お、ここに来て初の釣りのゴミ。意外とラインとかもないもんね。もっとね、いっぱいあるかと思って。釣りのゴミ、また移動してきました。出ました、ライン。やっぱ釣りのゴミってラインが圧倒的に多い。タバコね、もうタバコ恐怖症だわ本当。うわ、めっちゃ重くなってきたこれ。いや、ここは多いな。もう暗くなるな。いやでも、こんだけここに来てこんだけ溜まったけど、本当糸だけで、糸くずだけで釣りのあれが全然ない。釣りのやつ、まあこんな感じですね。まあまあ集まったけど、釣りのゴミこんなもんですかね。まあ一般ゴミに比べて釣りのゴミは結構少なかったんで、まあ、最近はやっぱインスタとかでみんな気をつけてるのかなって感じですね。釣りのゴミじゃん、なくても拾えるものは拾いましょうということで頑張りましょう。では次回も見てください。